今回は VSL 実験潜水艦建造開始を今までにないくらい詳しく見てきますね。6000トン級潜水艦が誕生するかもしれません。これは潜水艦ヤマトでしょうか。技術は発達し、水中に潜んでいる期間は飛躍的に長くなっています。中国はどこへ向かうか。2022年12月16日に日本政府は臨時閣議において外交・安全保障の最上位の指針である国家安全保障戦略、防衛の目標と手段を示す国家防衛戦略、そして防衛費の総額や装備品の整備規模を定めた防衛力整備計画の安全保障関連3文書を閣議決定した。国家安全保障戦略と国家防衛戦略においては、敵性国家から日本に向けて発射される弾道ミサイルなどによる攻撃に対処するため、その発射基地などを攻撃することを可能とする反撃能力、敵基地攻撃能力の保有が明記され、日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えることとなった。ただし、反撃能力については、必要最小限度の自衛の措置と定義されていて、これまで通りの専守防衛の基本方針には何も変わりがないことを明記して強調するとともに、日米両国が協力して対処するとされている。反撃能力はこれまで敵基地攻撃能力と呼ばれていたものであるが、政府が法理論上において自衛権の範囲内に含まれるとの見解でありながらも、政策判断の上で保有しないとしてきた能力であるが、この能力を保有することが明記されたことが、日本の安全保障政策の大きな転換となる。また、国家安全保障戦略においては、安全保障上の課題対象となる国について、これまで、通りの中国と北朝鮮のほか、ウクライナへの不当な侵略を続けているロシアも新たに加えられ、尖閣諸島問題や南シナ海への軍事進出などで焦点となっていた中国の動向については、これまでにない最大の戦略的な挑戦と記述した上で、アメリカの対中国戦略と足並みを揃えるとともに、現在、尖閣諸島近海において、不当に領海や接続水域に侵入を繰り返す中国海峡局艦艇を牽制している。海上保安庁については、体制を拡充し、自衛隊との連携をさらに強化することなどが盛り込まれている。また、防衛装備品の外国への移転を円滑に行うため、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討するほか、新たに、経済安全保障の考え方なども盛り込まれたほか、近年、ますます盛んになっているサイバー攻撃による、被害の拡大を防ぐため、先手を打って対抗措置を取る、能動的サイバー防御の導入なども挙げられている。防衛費については、2027年度に、防衛費と、それに関連する諸経費を合わせて、GDP の 2% に達する予算措置を講じることが明記され、防衛力整備計画の期間を、これまでの5年から10年に延長した上で、前半の来年度から5年間の防衛力整備の水準を今の計画の 1.6 倍にあたる43兆円程度にするとした。反撃能力をめぐっては敵の射程圏外からの攻撃を可能とするスタンドオフミサイルとして現在陸上自衛隊において運用されている国産の地対艦ミサイルである1に意識地対艦誘導弾の射程を延伸して改良する1に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発、及び量産や、これらのミサイルを運用する部隊編成などについて、2027年度までの5年間で整備するほか、アメリカの巡航ミサイル、トマホークの購入取得など、防衛力の抜本的な強化策が、7つの分野ごとに具体的に盛り込まれ、2027年度までの5年間に約5兆円が計上された。
人に意識地対艦誘導弾は、現時点では、射程100数十キロメートルであるが、これを、まずは、900キロメートル程度まで延伸させた後、1500キロメートル程度まで延伸させるとして、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を進め、現在、九州、東北、北海道に合わせて5つある陸上自衛隊の地対艦ミサイル連隊を7つに増やした上で、2026年度以降に、この能力向上型ミサイルを順次、配備していくとされ、新たに編成される2つの連隊は、沖縄、及び九州に設置が検討されているほか、このミサイルを、海上自衛隊の護衛艦や航空自衛隊の F2 戦闘機から発射できるように、プラットフォームを増やすことを目指して、艦対艦、空対艦タイプの開発を2028年度までに完了させることになっている。また、人に意識地対艦誘導弾能力向上型とは、別のスタンドオフミサイルとして開発されることになったのが、音速を超える速度で滑空するため、迎撃が難しいとされる、当初防衛用高速滑空弾で、その射程は、当初は数百キロとされているが、こちらもまた、射程1000キロメートルの能力向上型が開発される予定であるという。さらに、射程2000キロメートルから3000キロメートルとされる、極超音速ミサイルの開発も進め、2030年代には配備する計画とされていて、防衛省では、極超音速ミサイルと、当初防衛用高速滑空弾の能力向上型を運用する、新たな部隊を、およそ10年後までに、陸上自衛隊に、2つ新たに編成することを計画しており、この運用部隊は、九州と北海道への配置が検討されている。これら、スタンドオフミサイルを発射するプラットフォームとして、戦術した護衛艦の VLS や F2 戦闘機、あるいは現在開発中の次期戦闘機などからの発射のほか、水中からの垂直発射が可能な潜水艦や輸送機などからの発射も視野に入れて開発を進め、マルチプラットフォーム化することで、日本を狙う敵性国家の弾道ミサイル発射基地を攻撃する反撃能力のための装備の充実が図られる。そして、政府は、12月23日に、2023年度、令和5年度、防衛予算案を、2022年度防衛予算の 26.3% 増となる6兆8219億円とすることを決定し、スタンドオフミサイルの開発や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイル調達など、反撃能力の整備費用に充てるほか、自衛隊の備蓄弾薬の購入費を、現在の3倍超の8283億円に増やして、次戦能力の向上を図るとしている。現状において、自衛隊の次戦能力が低いことは、以前から指摘されていて、わずかに2ヶ月分の弾薬備蓄しか保有していないとされており、ウクライナで激戦を展開しているロシア軍とウクライナ軍両軍における、膨大な弾薬消費量から見れば、数万人規模の部隊同士の戦闘が発生した場合、1週間も持たないとも言われているため、早急に弾薬庫の建設を進めて、備蓄弾薬を増やす必要がある。アメリカから2113億円で、購入予定のトマホークは最新型のブロック5で、国会の審議では、勉強不足の野党議員が、40年前の古臭いミサイルなどと、間抜けな指摘をしていたが、後方システムやセンサー類に、最新のものが使われていて、名称は同じ、トマホークであるが、性能は旧型と比べれば、別物と言っても良いほど高性能とされている。また、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発費には338億円、量産のための製造費として939億円が充てられ、当初防衛用高速滑空弾に2003億円、
音速の5倍以上の速度で飛行するとされる極超音速誘導弾の研究費585億円が盛り込まれ、大型化する長射程ミサイル用に58億円の予算で保管庫が整備される。その他、日本を目標として飛来する弾道ミサイル迎撃能力の強化のために新造するイージスシステム搭載艦の整備費用として2208億円も計上された。また、自衛隊関連施設の耐震化や司令部などの重要施設の地下シェルター建設などにも予算を重点配備することとされ、前年度予算費約3倍となる5049億円が計上されている。さらに、国内防衛産業を強化することを目的として400億円の基金を創設し、防衛装備の海外移転、輸出などを視野に入れて支援するほか、装備品の国産化を進めるための研究開発にも注力することとなり、こちらも3倍以上となる総額8968億円が計上された。この防衛予算の目玉とも言うべきスタンドオフミサイルによる反撃能力に対しては、左派系野党などが憲法9条と絡めて反対しているが、尖閣諸島問題や台湾問題で日本に対して好戦的な姿勢を見せる中国や、このところ頻発している北朝鮮の弾道ミサイルや巡航ミサイル発射の挑発的行動のほか、力で国境線を変更しようとウクライナを侵略しているロシアなど、日本の周囲は脅威だらけであり、それらの敵性国家が日本への攻撃を簡単に実行できないようにする抑止力として強力な反撃能力を持つことが必要であり、そのことが広い意味での専守防衛につながることを左翼系の政党や市民団体は理解すべきであろう。